今日も風が冷たいけど、これだけ寒いと、ちょっとだけ期待しちゃうよね。ホワイトクリスマス。おはよう。最近寒くて、うさぎの抱き枕から離れるのが大変だったんだけど。今日はクリスマスイブだから、早く起きちゃった。今日はみんなでパーティーをするから、大忙しなの。 八千代さん、どこまで手作りするつもりなのかな買い物が終わったら、ちょっとだけお散歩して帰らない街のイルミネーションがね、とっても綺麗だって聞いたの。楽しい一日だからって、寝不足にならないように注意しないとね。それに、ちゃんと寝ないと、サンタさんが来てくれないよ。 冬休みだから、みんなこの家に集まってるんだけど、こうして集まると、ちょっとだけ部屋が暖かくなった気がするの。大人も子供も、みんなが楽しみにしているこの日を、魔女に邪魔されるわけにはいかないよね。さあ、行こうあんまり浮かれてると、 魔女に惑わされるって八千代さんに言われたけど、大丈夫かな、鶴のちゃん。今年のクリスマスはね、なんだか今までで一番幸せなクリスマスになりそうな気がする。やっぱり、八千代さんたちがいるから、かな。息が白くなるとね、小さい頃に、 口から煙が出てるって驚いて、お父さんとお母さんに笑われたのを思い出しちゃうの。ウイとはまだ病院でしかクリスマスを過ごしたことがないの。いつか一緒に楽しめる日が来るといいな。私たちがサンタさんってことは、もう子供じゃないってことかな。 なんだか背伸びしすぎかな <laughs>。寒くなると、つい家から出るのが面倒になっちゃうよね。フェリシアちゃんもずっと。あ、フェリシアちゃん、宿題全然やってないんじゃ。八千代さんの家が下宿をしてた頃も、みんなでパーティーをしてたんだって。 このツリーも、その時から使ってるみたいなの。そういえば、サナちゃんが一番飾り付けを頑張ってたな。フェリシアちゃんの分もやっちゃったし。クリスマスって、恋人たちにとっては大切な日なんだよね。漫画とかドラマとかでも見るけど、 私にはまだよくわからないや。ああんまり見ないでほしいな。こういう格好すること。